本番のステージに向かう途中、大森は今回の共演者ピアニスト福井真奈に対する思いを語り始めた。本当に実は実はの話なんですけど、はい、大丈夫なんですか？これ大丈夫です。大丈夫。去年の、はい、いつだっけな、7月にあるコンサート、はい、真奈さんとやったんですよね、はい、だというか、まあ、出演させてもらったコンサートで2人で出たコンサートがあって、はい、ものすごいその時の体調が僕もすごい悪かったんですよ、はい、まあ、その直後、まあ、入院しちゃった、1ヶ月近く入院しちゃったんだけども、はい、まあ、その本当に直前のコンサートってことも今考えてみてると、まあ、その体力だったら何もできないわなっていうようなことで、はい、もうボロボロのコンサートで、はい、で、まあ、自分が弾けないことって、まあ、自分だけのことだったらまだいいんだけども、結果的にものすごいマナさんに対して 100% のアプローチができなかったことと、まあコンサート中は彼女が全部フォローしてくれたりとか、もうそれはそれはありえないような、今考えても本当にちょっとするようなありえないような仕上がってもない状態で本番出てしまったってことがあって、もうそこから間に何回かね、小さなコンサートとかでこう一緒にさせてもらうことはあったんだけども、改めて今回みたいな大きなコンサートを迎えるにあたって、どれだけこう大丈夫かなとか、あんなこと二度と繰り返したくないなって気持ちの方が多くて、なんか今日どう仕上がるかってことももちろん、そういった意味でもなんかドキドキでもワクワクでもあって、でもよくこうあんなことがあって、僕だったらもう二度とない、一緒に共演したくないと思えるのによくやってくれるなって、本当に感謝の気持ちと、変わった人だなって思う。どんな状況やどんな環境においても常に最高の演奏を求められる。それは想像を超える緊張感や責任があるのだろう。面と向かっては語らないであろう共演者に対する思い、実際の演奏だけではなく相手への思いが互いの音楽に影響し合う、そんなことを感じさせられた。ちょっと近づけといてぐらいでしょうか、まあ、見りゃいいんだよね、だから見てんじゃん、ぬらしとか濡れたよ、もうやだ、本当に雨嫌い、あいにくですね。あいにくですね。ちょっと会場行こうかな、一回、はい、挨拶して、はい、それで裏を開けてもらって、はい、到着すると同時に準備に入る大森。今回のコンサートは自主公演で行われる。普段とは違い、ステージ裏のセッティングも大森自らが行っていく。まだバタバタしてますけど、適当に。こんなことも自分でやるなんて思ってもみなかったよね。ちゃんとガフィアグッズを持ってきたんだ。あら共演者や手伝ってくれるスタッフが来る前に居心地のいい環境を整える大森の姿からも今回の演奏に対する思いが伝わってきた。レイアウトから自分で考えていきますね。あ、こういうところも。ケータリングも今日はちゃんとね、皆さん快適にお過ごしいただけますよ。何やってんだろう俺。
着屋のれんがあるんですよ、僕。ね、多分須田ちゃんはびっくりというか喜んでくれると思います。え、ビレッジピーポーすげえ。様からの楽屋のれんなんですよ。ビレッジピープル。うん、これ。そうでしょ。思い出すさえ。そうでしょ。こうなると、そういう仕組みなわけですね。閉まんなかったズボンがあったんですけど、体型戻しました。入りましたマイナス15センチ20センチぐらい。あ、ありがとうございます。あとお昼出るか話聞いた？いや聞いてない。お昼が出るの？出ます。あらやだ。そのね、受け取りをね、幸子さんにお願いしなきゃいけないシーンがあったりするんですけど、また、また、うん、マナさんは？朝なんか忙しくしてたんで、あ、そのまま置き手紙をして、ありがとう、ありがとう。来ると思うんですけど、あの、お部屋使ってください。今日の超越さんは、あの、以前もお願いしたことのあった方で、すごい信頼ある人です。本当にすごいね。で、あの、なんていうの、奇抜とかじゃなくって、とにかく安心する音にしてくれっていうのが、僕が持ってるのがもう超大きいやつなんですけど、それはね、大人6人がかりの半人になるんでそう、これは簡単仕様です。これは折りたためるんだ。そうです、全部半分でパッタンパッタンパッタンって真ん中で外に出るやっぱね、ヤマハ、これヤマハの製品なんですけど、やっぱこういう理論なんですよね。
チラシがマナさん持ってくるので、はい、それと一緒に渡す感じですね。はい、ほら、あの貼り紙をちょっと受付今行っちゃうかな、時間あるから。なんかね、テーブルとかも自分でやってくださいって言った。テーブルで3つぐらいありまして、今1個だけ持って、ちょっと行きましょう。1個で、こういう入り口だ。ありがとうございます。元気どこですか。元気ね。ホルモン、ホルモン感じるぜ。ちょっと会場見てみようかな。はい、そうなんだ。調律したてのピアノがホールに鳴り響く。大森はピアノの音の響きを確認しながら、ステージ全体の環境をスタッフと調整していく。
結局これ僕が持ってきた方って言ってた。わかんないです。わかんないよね。あと本番まであとどのぐらいですか。あとね、あと2時間で会場、2時間半で開演。今リハーサル終わって、まあ何の心配もないかな。まあステージ上はやっぱ聞こえ方が違くって、聞こえにくいんですよね。ちょっと相手の音が聞こえにくくって自分も力みがちなんだけど、でも多分あの無理しないで演奏した方が客席はいい響きしてんじゃないかなと思うから、ちょっとまあ信じ、本当信じ、本当子供通り、子供通りだね。信じて演奏するしかないって思ってるかな。引きつける理由だろう。失礼します。おまなちゃんのこのアップなんて、今まで一番見たことない。多分ずっとしてないよ。素晴らしい。
リラックスした装いからステージ衣装へ。はい、出来上がり。出来上がり。もうちょっと髪が伸びたらこうやる予定です。今はこうです。はい、ありがとうございます。あ、着替え終わりました。終わりました。演歌歌手だな。ちょっとブルーの入ってるあの品なんだね。あ、そうなんだ。もう見えた。なんか多分舞台に出たらその照明でいいと思うよ。そんな高いの久しぶりに来るんじゃない？いつもそれ。コーヒー入ってるよ。久しぶり。コーヒーっぽいよ。コーヒーっぽい。演歌歌手はさ、緑茶の方が似合うんだけど。緑茶とかさ。ギリギリまで大丈夫。また戻るし、うん、そっかそっか。よかったよ。
すごい良い音がさ、ほんだって、ね、今日うまいじゃんと思っちゃった。でしょ、あんなことニュートできない。この今日で大丈夫ね。ありがとうございました。もうおいしそう、うまいじゃん。リベット、どうだった？楽しかった。先生いた。先生いた。村田先生。大丈夫でした。マリンバ、そうだ、良かった。マリンバ、2曲とも好き。あ、本当、良かった。この2曲目も一人ミニマル、あれね、見事のバチさばき、感動しました。楽しかった。本当に足りようなんです。本当に当日の天気は台風にもかかわらず、たくさんの方が会場に足を運んでくれた。観客とのコミュニケーションも彼が大切にしている一つである。もろもろ ね、 ね、うん、お客さんもね、なんかみんなチラシ持ってくる。争奪戦じゃんとか言いながらチケットがね。マリンバ奏者大森達志、密着していく中で音楽に対する愛情と情熱が彼の生き様なのだということを感じることができた。その彼の魅力をこの動画を通じ多くの方にお届けできれば幸いである。何回わたわたと準備して、わたわたと、まあ、毎日わたわたと練習していろいろと忙しかったですけれど、なんて言うんだろう、で終わるときはえ、もう終わっちゃったみたいな感じなんだけど、でもその一瞬のなんて言うの、そのこの時間がもう本当に貴重で、なんか3月以降それをこう味わったことがずっとなかったのが、いかに自分がこうなんかロスだったかっていうのをすごい実感して、すごい楽しかったです。そのタッシーとの演奏はどうですか？うん、勝手知ったるだから、うん、あのお互い事故はいっぱいするし、なんか複雑構成でいっぱいしまくったなって感じだけれど、あ、でも、なんていうか、もう何が起こっても、全然怖くない、うん、本当、お互い信頼している相手なので、なんか反対にちょっと事故るのが楽しいみたいな感じもあって、はい、相変わらずまだ事故りましたけれど、ちゃんとなんとか事故から、脱出できました。そしたら2人の演奏は次回はいつぐらい？次回は、今予定されてるのに、そうですね、時期目予定されてるのが12月13日と20日聖戦寮、京都の聖戦寮に行ってクリスマスコンサートがあります。でも多分その前にもね、きっといろいろとこの時期なので、入ってくるんじゃないかなと思っています。はい、はい、じゃあすいません、今日はありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
一瞬でしたよ、本当に。なんか本当こう気合が入ってたんでしょうね。気がついたのは本当最後の曲で、僕緊張が解ける瞬間っていつかって言ったら、まあ、緊張ほとんどそのしないんですよ。前上がったりとかしないんだけど、特にあのリラックスした瞬間ってマイク持った瞬間だったの。最後の曲の前のマイク持った瞬間に、はぁ、安心。ここまでこう喋らないコンサートってなかなかないので、多分お客さんも頭おかしくなったと思うんですよね。よかったです、お疲れ様でございます。なんかいい空気でしたよ。あのよく本当この台風の中で皆さん来てくださったなっていうことを、何より最後まで大きな事故もなくできたこと、楽しめた、ありがとうございました。これからまた反省で、マナさんとまたクリスマスの時期もご一緒させていただくので、一度練習して頑張りたいと思います。ありがとうございました、お疲れ様です。200日間の密着、ね。